こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきまーす。わかりました。じゃあ戻ります。あ、将軍がいる。あ、わかったんですか。おお。なるほど。わかりました。行きましょう。なるんだ。なんかこれガードを壊してるんですかね。あら、ポンちゃん入られた。あらららら。サンキュー。あら、離れた。自分の城壊してるじゃん。
自分の城かどうかわかんないけど。失敗した。頑張れ、みんな頑張れ。痛いじゃないか。痛い。めちゃくちゃだ。みんな一気に行くんだ。どこに行ってんだ。ああ当たんないなこりゃ。狙い目狙い目、みんなここいいよ、一気に行こうぜ。勝手にはまってくれてる。あら、いなくなった。どこ行った。いやどういうこと。
ガード外した。いいよ、これは。長かったけど。硬すぎるでしょう。あ、いた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 。よし。よし。いた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 。お、ガード全部は、あ、いいね。もう、俺、美味しいとこもらう。くらえー。あれ、またまた。痛い。強すぎない？ちょっと行こう、みんな。あれだろう、レバー気合い入れていきましょう。行こう。みんなやっちゃって。あれ？そこのあなた、あたしを見なさい。よっしゃ。見事だ、大将。遅いよ、将軍。
砦に囚われていた村人たちは解放したぞ。お主らのおかげでティデス砦奪回だ。よかったっすね。将軍、残念ながらネド王子はいないようです。そうか。しかし砦は今や我らのもの。この勢いで次は、将軍。し、聞こえんか。ジリアン、急ぎこの草笛の主を調べよう。これは王家に伝わる契りの歌だ。王子？王族以外で知る者はほとんどおらんはず。将軍、草笛を吹いていたのは少女だ。少女。笛の調べは数日前、村に立ち寄った少年が教えてくれたらしい。王子がいたんだ。その少年は盗賊と一緒にいたって。ネド王子、王子に間違いないぞ。なんと素晴らしい。しかし盗賊などと行動を共にしていたとは下せぬ。奴らのアジトに出向くしかないようだ。準備を整え西へ出発するぞ。わかりました、行きましょう。今日のところはみんなしっかりと休んでくれ。よいしょ。ああ、ここね。オッケーオッケー。ああ、助かるー。前拠点にしとこう。助かるわ。じゃあ、報告行ってきまーす。今回はここまでにしたいと思います。次回はこの続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。